ガミガミです。皆様じゃあ次はガミのチャレンジ。途中からちょちょねみたいな言うてきそうだ。チャレンジ。もう一回一人で言っていくか。一回ヒヨだけ行くね、うん、皆様じゃあジェームガムですせーのガムチャンネル。え、本当に本当にそれ言った言ってたから全員でもう一回言ったの本当、うん、皆様じゃあジェームガムせーのガムチャンネル。今 ね、 ね、まあ、ちょうどこの撮影をさせていただいている時が、うん、まあ、今ちょうど桜が満開してる。満開ですよ。満開の桜で、はい、満開っていいよね。そう、今現在僕たち東京にいるんですよ、はいはい、東京がで満開、はい、ちょっとあるライブがありましたね、はいはいはい、そのライブに向けてじゃないですけど今現在東京に、まあ、ちょっと早めに前乗りしてるんですよ、はい、出没していると、うん、なので、うん、まあ、ちょっとこの時期にぴったりな企画をやりたいなと思います。スイミングですね。皆さんちなみに、うん、お花見とかしたりします？しないです。一回したことある。一回ぐらい。一回だけ。結構事務所でやったよね。お花見シーズン、はい、ということもあるわけで、ね、いっぱいいるんじゃない人、うん、文化やったら。まあ、うん、それと同様じゃないですけど、うん、まあなんかこう映画であったりとか、うん、MV であったりとか、はい、こう桜をバックにドーンってやってる。かっこいいな、うん、ね、作品ってたくさんあるんですけど。かっこいいな。だいたいあれの最後ね、なんかこうパッて手のひらにさ、こう見上げて、あー、ひわー、あー、桜舞い散る中に忘れた記憶と、ほんまにあれ実際にあーなるまで撮ってんのかっていう、あ、実際に落ちるまでどう、まあ、それは、っていうかなんならそんなことありえんのかというような、ちょっと今日は検証をしてみたいなと、検証、はい、思っております。はい、学びですね。あなたの頭の上に花びらが落ちたらそのお花見終われるというゲームでございます。怖っ、まだね、え、怖いよ、終われるって24時間隔乗ったら、乗ったら感覚で言ったら、なので皆さんにはちょっと一つだけアイテムを、まあ、なんていうんですか、用意していただこうかなと。ちょっと待って、朝桜って何、うん、そう、もうちょっと気になったわ、うんうんうん、朝桜、朝桜ほんとどういう気持ちなんですか。いや、それ言うならチャイルドプレイは何チャッキーや、チャッキーや、チャッキーチャイルドプレイ、チャッキーや、チャイルドストップね、チャッキー桜の生まれ、違う違う違う、もう皆さんに今から、1000円だけ、1000円、うん、はい、お渡しさせていただきますので、その1000円で自分の頭の上に、まあ、なるべく広範囲に乗りそうなとか、うん、何か物を今から買い物しに行きます、うん、だからただこちらルールがございます、はい、1000円以内に必ず収めてください、はい、これちなみに制作するのもありです。この1000円以内で、あ、作るの、あ、なるほど、何か何か作るのもありです、はい、あともう一つは絶対に手を使わないでください。お花見ですから、こんなんやってるお花見ないですよね。ないない、あ、そう、まあ、両手はフリーでできる。まあ言うたら傘、もし傘をそのアイテムとして使うんやったら傘開くじゃないですか、うん、これ持ってっちゃダメなんですよ。ほんま頭の上にぶっ刺す顔面の周りこうなんかこうギュッとするような、あ、なるほどね、手は絶対に使わないっていうのがルールでございます。でもしずりをしてしまったとか、倒れてしまった、そのものがね、うん、用意してたものが倒れてしまった場合はもうあなたの頭の上だけで勝負していただくという、うん、あ、なる形となっていただきます、はい、それでは、はい、頭の上に桜が舞い降りたら即終了100、用意スタート。さあ、ということで、やってきました、やしたお花見ですね。いや、おー、もう落ちた、もう落ちた、俺、俺、俺や、めっちゃうまさいいっすね。いやなんか、いいな、あら、いざ来てみるといいもんやね。来る前までは別になんか桜とかと思ったけど、うん、満開ですよ。いや、めちゃくちゃいいよ。で、なんなんちょくちょく落ちてきとるしね。そうそうね、もうすでにね、うん、じゃあ、あるよ。お花見をじゃあ、せっかくに楽しみましょうか、まずは、はい、普通に、あれつけながらとか全部、それはもう紹介、こう紹介しながらね。5人だけは初めて、うん、そうね、あのマジスタッフさん同行なしですから、はい、僕らだけ周り、あの本当に何本かかるか分からへんから、周り飛びたいもんね、うん、じゃあ花見乾杯、オー
で、これどれがいい？みんなでなんかギャッ、あ、これ、うん、こっち系、こっち系、せーので指さして、せーので指さして外れた人から、あの、骨折させる。じゃあ、逆、少数派狙うのも、少数派狙うのが一番早いけど、そうね、うん、いいよ、俺は食べたいんですよ、せーの、はい、はい、はい、あそこの、やったー、やったー、じゃあ、俺いける、あそこのお姉さん、いけるぼちぼち食べながらピクニック、皆さんのおのおの買ってきたアイテム紹介をね、そうね、ぼちぼちしながら行こうかなと思いますけども、じゃあ1000円でいただきます。なんか頭にいただきます。手で持たずにずっと乗せとくものがあんまなかった、うんうん、いや確かにな、高い、うん、1000円やっぱ超えてしまう、これいいなっていうのは絶対1000円超えてる、うん、これ多分俺が選んだのはみんなびっくり、え、それ1000円以内で買えたんみたいな、マジ、うん、俺も結構こっち側、うん、もう俺はめっちゃ安く抑えてる、うん、俺も、うん、俺も安かった、もう誰から行く、俺から行く、じゃあ大将から行く、はい、じゃあ大将まずじゃあ食ってるけど、ちなみに俺も400円間ぐらい、なんで周りの食ったことだと思うよね、すごい、なんかあの保育園児たちがいっぱい周りにいる先生が水筒ちゃんと持ってってねって水分補給大事よ、うん、私が選んだアイテムは、はい、はい、こちらです、何これ、何え、シャンプーハット、これ、あなんすけど、うん、これいける、めちゃくちゃ良かったのが、なんでこれ決めたかって言ったら、うん、まあ、乗っけるじゃないですか、うん、ちょうどなんですよ、これ、おゴムなんで、いいな、落ちることないですよ、はいはい、あとはもうこのちょっと範囲を、いいね、あんま幅関係なくないけど、これ、まあまあ多少はね、多少は全体的に大きくはなった、うん、そう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 、まあ、まあまあ、こっちが判断で、そうやな、別にこうしないといけない、うん、面白いなんか、ええ？え？風呂桶、うん、桶、うん、に養生テープ、お、うん、5分まだ、こういうあ、え、顔に？え、顔にすごいね、痛いやろ、いや、え、待って、範囲さ、そんなよ、いや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 、あ、待って、中でもいいぐらいだよ、中でもいいよ、狭いよ、中でもいいぐらい、乗りミスがない、例えば、まあ、これ乗ったけど、スッと落ちたりとかはない、もう絶対受け取ってくれるから、意識的にこうやって見たらいいだけの話だから、まあそうだ、手使ったらだから、手使ったら見てもらうじゃない、まあ、どうって見やすい、今から作る、ドン、私はメガネ型フェイスシールド、はいはいはい、このフェイスシールドを、うん、まあ、あの感謝で言うところのリーゼント風貌にしてこういうことか、上に乗せんのね、はいはいはい、そうそうそう、このそれ止ま、それ桜止まってくれるんかな、ではこれやっとこう、うん、俺はもうね、うん、どうやけどダメよ、最有力候補っすよ、何、こちらです、うわあ、めちゃめちゃツバの広い、うん、大勢が広い、これすごい、まあ、でもカーボーイハットとして売ってて、お、値札書いてある、うん、恥ずかしい、いくらやった、650円、うん、便利や、これめっちゃすごいでしょ、普通にいいよ、だからもうやっぱ、あ、しかもここでキャッチできる、あ、なるほど、それめっちゃいいね、これかぶれてんのかな、これでイエイピースさっきと逆ですけど、これでいくわ、うん、葵くんのは何よ、これ何よ、何よ、もんじゃらもんじゃら、うん、でもんの、待って頭つけるんですよね、おいおい、俺は気づいたんだよ、これを頭にかぶれることを、どう、すごい、なんかほぐし出したんやけど、ほぐしてこう面積も広げて、うん、広げほぐしてくる、え、すごいね、なんかすごいね、なんか面積というか、でもどうかぶるんですか、なんかタイ人のターバンとかに、あーかぶる、うわ、夢中やな、それでは皆さん、はい、今からがスタートで、はい、うん、ここからも手を触れてはいけません、あ、こうやるのなしってことダメです、うん、もう触るの、大丈夫、直すのもダメです、うん、アジャストつき、OK、 よーい、スタート、
それもあとはもうただの耐久で待ってるだけ。うん、欲しいね。もう乗ったんちゃう、誰か外側。わ、待って待って。なるほど、うん、ちょっとこう、迷うのめ。イカポテト、うまない。じゃあね、俺も肉食うて、顎動かしてるだけで、うん、ちょっと不安で。上動いてるもんね。動いてる、だから、取りに行っとるやん。うん、なるほどね。おあぁ、なぁ、もう絶対落ちくない、今落ちくない。えぇ、ー、最悪やん。上向いときは乗ってたって、もう帰れたよ。おあぁ、なおあぁ、なやばいやばいやばい。マジでスローで見て。ここ、うん、今俺こう下向いとったら、ここ通ってん。うわぁ、欲しいね。えぐっ、めっちゃ不安定、怖い。何か分からんもんね。あ、落ちた、落ちない、なんか感覚あったけど。何言った、待って。おい、ダメだ、俺顔動かせるんや、マジで。ちょっと今動かせる、ちょっと斜めもね、だからずれてきとる。なんだよ、え、めっちゃ、めっちゃ、やばいね、今。今それ、宙に浮いてんのと一緒よ。宙に椅子じゃないわ、ね、口になんかついてんの。鼻にあるみたいな話じゃん。超うっとうしい、これやばいね。ちょっと掛けに出ていい、頭ずらしてちょっと一回寄せるわ、うんうん、おお、うまっ、うまっ、一応、あ、次、あのこれじゃやばいよ。何やそれ、何やそれ。あ、うまっ、あ、いけすぎた、危ないよ、落ちてそっちに。おお、うまいね。いや、これ時間かかるぞ、多分、うん、いや、かかるよ、これ。大体なんか、もう見慣れたな、お前のその感じ、うん、今度から、それでございます。大体もう整えんでいい、整えれん。あ、待ったよ、リプレイでご覧ください。整えれん、整えれん、そこそこない。いや、待った、今、シュって。え、じゃあ乗ってないの、俺もう、ワンちゃん乗ってない、あの、マジで乗ってない。行くよ、乗ってない、乗ってない、マジで乗ってない。あマジで、ああマジで、それもリプレイでご覧ください。どういうこと、何今、どのタイミングってことは、さっき直しとった。誰も今タカ君のこと見てなかったのに、タカ君が失いました、失いましたアイテム。え、なんで、いや、こういった瞬間に本当に本当に、うわマジかよ、これ最悪。この中にたまたま入ってもダメなんだよ。意味ないね。もうこれはタカ君の頭じゃないんだ。じゃあトランプある程度やる。ええよ、うん、ババ抜きします。ババ抜き、ババ抜き、うん、じゃん負け、じゃババもですいいよ、最初はグー。本当に見えて、俺は見えてきてる。なんか本当にババ抜きやってる気持ちになってる。じゃあ待って、こっから最後俺片方の手に、なんか、あ、オッケー、片方の手に桜握るわ。いい、オッケー、おー、めっちゃ落ちちゃう、めっちゃ落ちちゃう、今今、おー、勢いで横通ってってますよ。こいつやろ、トラフル、ババ抜き入ってるわ。いいんやな、うん、お疲れこれめっちゃ地味やなこれめちゃめちゃ地味やな。おー、うまっ、大勢、お前今、今当たったよ、マジで、うん、めっちゃ惜しい。え、これ見てほしい、めっちゃ惜しい。え、すげえすげえ、今一番惜しかった。当たった。乗った。背中に乗った。さあ。行き過ぎ。もうそろそろ。ね。時間。おお。わあ、惜しい。おお。リプレイリプレイ。普通に今当たってる、うん。なんで落ちるの？おお。お。あ、あ、持ったー、やったー、やったー、ガチ今乗った。お、ちょっと待って、これ回ってるんだ。回ってる。で、この引きのカメラ、それ持ってきてるタイプなんだ。
やったー。そのまま3つぐらいパパパって言って、うん、もうど真ん中に乗った。え、真ん中に乗ってんの俺。真ん中ってこれ取ってこう取って。え、すげええ楽だった楽になった。え、でも今多分取れとったやった。一瞬だけ止める。さあ、ということで、ちょっと時計何時からスタートしか見えてないけど、約1時間ぐらいか、はい、約1時間、2時間とかその辺で、うん、頭の上にやりました、やりました、はい、よかったよかった、できました。なので、まああの MV とかにある桜がこう、ふっと乗ることは、うん、ありうる、ありうる、うん、相当大変な撮影なんやろね、きっとね、うん、でも検証結果はなんかしらんけど、これ誰がやるのえ、桜は頭の上に舞い散る可能性はある。以上、ガブレンさん、やったぜ。